なんかそれがいい方向に行ったんじゃないですかね、この1ヶ月はね。人間がなんか僕たちと一緒ですね。なんかすごく考え方も若いし、で、あのすごく明るいし、はい、すごく尊敬します。2試合打てなかった時もありましたけどね、それでも使ってくれたんで、いい感じです。まあ兄貴的存在だから、冗談が通じるっていうのは、ね、結構楽しみですよ。1ヶ月振り返ってみていかがですか？振り返っていうかね、4月開幕していきなりダイエットね、ああいう試合から始まったんで、まあ強烈なインパクトがあったですね。だからうわこれは大変なと思ったけど、その後なんていうかピッチャーとか非常にこう調子良くてね、思った以上にあのピッチャーがいいんでね、ベンチの中では意外と安心して見てられますね。この1ヶ月で思い出に残った出来事を3つ挙げるとしたら、3つ、はい、やっぱり開幕戦ですよね。ああいうふうな、なんていうか激しい試合して、あの時確かにね、まあ、これは1年大変だと思ったけど、その後こう意外とピッチャー頑張って、その試合とで、まあ清原のサヨナラホームラン、あのセットバック作り上げてくれました、まあ、昨日もそうですよね。昨日イラブがあんなにこうすごいピッチングしてるでしょ、バッターの三振取って、斧なんかやったらピッチャーの気持ち分かるわけ、あのうわこれ味方打線点取れないな、でいつまでこうずっとこれ続くだろうなっていうね、非常にこう斧のしつこさ、粘り、もう性格丸出しのピッチングでね、昨日の試合だったって、まあ斧のピッチングに感激しましたよね。あと、まずかったのはね、ない。ないっていうよりも忘れた。本当に忘れた。うん、あんまり悪いことをいつまでも覚えてるっていうか、忘れる方ですから。それは現役の時と監督さんって一緒です。一緒。現役の時打たれても、もう、コロッとしてたから。なんかこうやって初めてこうやってお話できるんですけど、いや後からでもまたゆっくりでいいですよ。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。試合前にありがとうございます。いいえ。あんまやっちゃうんで、この試合も。